A40 レドミは中華人民共和国の小米科技者が開発したミドルレンジスマートフォンである。2020年には1年間の世界スマホ売上台数第4位を記録した。中国の電子機器会社シャオミが所有するサブブランドで2013年7月に手頃なスマートフォンラインとして最初に発表され、2019年にエントリーレベルとミッドレンジのデバイスを備えた。 シャオミの独立したサブブランドになり、シャオミ自体がアッパーレンジとフラッグシップの未電話を製造している。レドミ電話は小ごめ鍵仕様ミ以上にユーザーインターフェースで、アンドロイドモデルはエントリーレベルのレドミ、ミッドレンジのレドミノート、およびハイエンドのレッドミックに分けられている。さらに、無関係のミ、A Android One シリーズも上位のシャオミミラインナップの一部であるにもかかわらず、 レドミデバイスと同様の市場セグメントに位置付けられている。他のシャオミスマートフォンとの最も重要な違いは、より安価なコンポーネントを使用しているため、より高い使用を維持しながら低価格であるということで、ある。2014年8月、ウォールストリートジャーナルは、2014会計年度の第2四半期に、シャオミが中国のスマートフォン出荷ランキングの14%の 市場シェアを持っていたと発表。レドミの売上高は、この出荷ランキングの上昇に貢献した要因であると考えられていた。ありがとうございます。